こんにちは、新平です。 B リーグの新シーズン 2022-23 シーズンの開幕がいよいよ迫ってきましたね。今回は 2022-23 シーズンのシーホース三河について戦力分析をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。今回はご覧の項目でシーホース三河を分析していきます。昨シーズンの成績を簡単におさらいした後、今シーズンの新加入選手と対談選手、それからロスターの紹介をさせていただきまして、オフェンスとディフェンスの注目ポイントについてお話ししていきます。最後に私が独断と偏見により決定させていただいた戦力レーダーチャートを見ていきたいと思います。まずは昨シーズンの成績を簡単に振り返りたいと思います。2021-22 シーズンのシーホース三河ですが、30勝23敗の西地区4位、勝率は 56.6% で B1 全体では22クラブ中9番目という結果になりました。2年連続のチャンピオンシップ進出を目指し、得点力を武器に戦った三河ですが、開幕から12月上旬までは順調なスタートを切ったものの、年末からオフェンスが停滞してロースコアのゲームで敗れることが多く、みるみると順位を落としてしまいました。春先は復調し、最終節までチャンピオンシップ進出の可能性を残しましたが、惜しくも 0.8% 差でチャンピオンシップを逃してしまいました。各スタッツを見てみると、一昨シーズン好調だった得点力がやや停滞して、特に猛威を振るったスリーポイントシュート成功率が 34% のリーグ14位と低迷してしまいました。ペイント内得点の確率は非常に高く、フィールドゴール成功率もリーグ2位でしたので、スリーポイントをメイクできなかったのが悔やまれます。これまでの攻撃偏重のチームから脱却しつつありますが、まだまだ改革途上のチームと言っていいですね。それでは 2022-23 シーズンの加入対談について見ていきましょう。4選手が対談となりました。クラブの歴史上でも希少な外国籍ポイントガードとして、得点、アシスト、リバウンドとオールラウンドにチームを牽引したコリンズワース選手はサイアンネオフェニックスに移籍。機動力のあるクレバーなフォワードとしてチームオフェンスにアクセントをもたらしたユトフ選手は京都ハンナリーズに移籍となりました。新加入選手は3選手です。日本人では韓国で2シーズンプレーしていた大型ポイントガードの中村太一選手が加入。2016-17 シーズンに大学1年生で三河の特別指定選手としてプレーしていましたので、6シーズンぶりの復帰となります。外国籍選手では久々の大物、奥院選手を獲得。奥院選手は現在32歳、2メーター8センチ、113キロのパワーフォワード兼センターで、2012年の NBA ドラフトでオーランドマジックから2巡目、全体49位指名を受けて入団。その後、ニューヨークニックス、インディアナペイサーズ、フィラデルフィアセブンティシクサーズと渡り歩き、NBA 通算472試合に出場、平均 14.2 分のプレータイムで5.4 得点 4.6 リバウンドを記録しています。昨シーズンはフランス一部のパリバスケットでプレー、19試合の出場で平均 23.9 分、10.5 得点、6.1 リバウンド、2.7 アシストの成績でした。また、アジア特別枠として、ジャバト選手を獲得。昨シーズン途中までは宇都宮ブレックスでプレーし、アジアカップにはインドネシア代表として4試合で平均 6.5 得点をマークしています。それではご紹介した新加入選手も加わったシーホース三河のロスターを見ていきましょう。ロスターは12名でのシーズンスタートとなります。ガードは4選手、スピードのある細谷選手と長野選手、ゲームコントロールに長けた柏木選手、サイズのある中村選手とバラエティに富んだ顔ぶれです。2番は西田選手、隅野選手と得点を奪える選手もいますが、2人とも3番としてもプレーできますし、柏木選手、中村選手が2番としてプレーすることもできますので、2ガードなどもあり得るのかなと思います。三河は3番として登録している橋本選手やローレンスセカンド選手がインサイドプレイヤーとしても機能しますし、スモールラインナップもビッグラインナップも両方組んでいける選手とは強みですよね。フロントコートもガードナー選手と奥院選手に加えて、国内屈指の日本人ビッグマンに成長してきているシェーファー・アビー・コウキ選手がいて、インサイドの厚みも十分だと思います。続いてシーホース三河の今シーズンの基本布陣を予想してみました。1番は中村選手を選びました。中村選手はサイズを生かしてウィングとしてもプレーできますし、長野選手や細谷選手もプレータイムは多くなってくるんじゃないかなと思います。2番は西田選手。日本代表にも継続的に選出されていますし、ファーストチョイスで間違いないと思います。とはいえ隅野選手も控えていますし、登録ポジションにシューティングガードも加えた柏木選手もいます。西田選手や隅野選手を3番に回して2ガードとしてオフェンスを組み立てることもあるのではないかなと思います。3番は隅野選手。今シーズンはシューティングガード登録ではありますが、フロントコートにガードナー奥院亮選手が出ていると、ローレンスセカンド選手がベンチに置かざるを得ませんので、隅野選手の出番は多いのではないかと思います。もちろん怪我から完全復帰の橋本選手の出番は多くなってくると思いますね。インサイドは逆にローレンスセカンド選手の起用法次第ではあると思うんですけれども、ガードナー選手、奥院選手、シェーファー選手と3人のローテーションになるとも思います。ガードナー選手と奥院選手のコンビだと、もしかするとオフェンスが少し重くなってしまうんじゃないかという懸念もありますので、シェーファー選手の役割は非常に重要になりそうです。続いてシーホース三河の注目ポイントを見ていきましょう。まずはオフェンスから。1つ目はモッカーハーフコート偏重のスタイルから脱却中というところで、
昨シーズンはスリーポイントシュートこそやや不調だったものの、高いシュート効率で非常に得点力を有しているのが三河だったんですけれども、以前はガードナー選手のポストムーブをはじめ、ビッグマンにボールを預けるハーフコートバスケットのイメージが強くありました。ただし昨シーズンはファーストブレイクからの得点がリーグ6位の平均 12.8 ポイントと、かなりオフェンススタイルが変化しつつあります。それは西田選手や角野選手、ローレンスセカンド選手といった速いオフェンスに適応できるプレイヤーを揃えているからというのも大きいですが、こうした相手に応じたオフェンスのスタイルというのはチャンピオンシップ進出に向けて引き続き絶対的に必要なものだと思います。そうした中、ガードナー選手、奥院選手の重量級コンビをどう生かすかという点につながるんですが、奥院選手は NBA でも実績のあるプレイヤーではあるのですが、フォワードというよりは少しセンターに近いタイプのプレイヤーです。インサイドから全く動かないというタイプではもちろんないんですけれども、ガードナー選手とどう共存させていくのかというところが非常に興味深いところです。ガードナー選手は自らハンドリングもこなしていくプレイヤーですので、富山時代のスミス選手とマブンガ選手であったり、宇都宮時代のロシター選手とスコット選手のコンビのようになっても面白いんじゃないかなと思います。最後はバラエティに富んだバックコート陣の得点力が期待大という点で、最年少ながら得点源としてチームを引っ張っていく西田選手はもちろん、ガードの長野選手や細谷選手もスピードを生かした得点力があり、角野選手も平均 9.1 得点を上げるなど順調にステップアップしています。さらに中村選手はそのサイズを生かして1番から3番くらいまでプレーできますし、異次元の破壊力を見せたローレンスセカンド選手はもちろん、橋本選手もスモールフォワード登録になりました。ハンドラーを豊富に揃えた上で、シューターあり、スラッシャーもいて、さらにストレッチ4としてプレーもできるビッグマンもいますから、本当に組み合わせによって様々なオフェンスを展開できる面白いラインナップになったと思います。続いてディフェンスを見ていきましょう。一つ目は3年越しのディフェンス強化なるかというところで、先ほど昨シーズンのスタッツというのもね見ていただいたと思うんですけれども、三河のディフェンスの数字はここ3シーズンで徐々に改善の兆しが見えています。 B リーグ開幕以来平均70ポイント台前半だった失点数はだんだん悪化して、 2019-20 シーズンには平均 83.2 ポイントと80失点の大台を突破、さらに得点数を失点数が上回ることになってしまいました。クラブとしては2020-21 シーズン以降、ディフェンスで頑張れる選手を獲得するという方針でチーム作りを行って、少しずつ上向いてはいるものの、まだリーグ優勝を狙えるレベルではなかったと思います。もちろん選手だけの問題ではなくて、鈴木公和ヘッドコーチをはじめとするスタッフ陣の準備、チームとしての意識の変化というところも必要なことではありますが、3年越しにディフェンスを強化して、攻守にバランスの取れたチームに生まれ変われるかという点は、クラブの未来にも関わる非常に重要なポイントではないでしょうか。二つ目は戦術確率、コミュニケーションでペイント内失点を減らしたいというところで、徐々に改善傾向の見えるディフェンスですが、ペイント内失点はリーグ17位、サイズがある選手が多い割にはなかなかゴール下を固めるということができていませんでした。ターンオーバーからの失点やファーストブレイクからの失点というのはリーグ平均より少ないので、イージーバスケットを奪われていたわけではなくて、ハーフコートでゴール下を破られていたケースが多かったのではないかと思います。相手のピックアンドロールへの守り方であったり、ポストアップされた時のカバレッジ、ローテーションなど、チームとしてのディフェンス戦術の確率、コミュニケーションが最も重要になってくるのではないでしょうか。最後はディフェンスリバウンドの改革が失点減へ近道かという点で、昨シーズンの三河は先ほどもご紹介したように弱点だったトランジションでのディフェンスというのは大きく改善されていました。やはりペイント内失点に加えてセカンドチャンスからの失点というのが多くて、平均 11.7 ポイントとリーグ平均以下だったんですね。ビッグマンが揃っていながらディフェンスリバウンドをしっかり確保できなかったというところが要因です。三河はディフェンスリバウンドだけでなくオフェンスリバウンドも少ないチームですので、まずリバウンドに対する改革というところがチームとしての新たな武器になってくるんじゃないでしょうかね。最後にシーホース三河の戦力をレーダーチャートにしてみました。ここまでロスターやオフェンスとディフェンスの注目ポイントなどについてお話ししてきましたが、ここまでを私の主観で数値化させていただいております。ご覧の通りオフェンスは 4.5、 ディフェンス、スピード、高さ、経験値は 4.0 とさせていただきました。ディフェンスがここ数シーズン改善されて徐々にバランスが取れたチームになりつつあると思います。オフェンスは十分なタレントが揃っているので、高さの部分というところもね、サイズのある選手が多くいますので、うまく機能させるということができれば上位進出も大いに可能性があるんじゃないかなと思っています。いかがでしたでしょうか。今回はシーホース三河の戦力分析についてお話ししてきました。ご覧いただいた皆さんのご意見ご感想など、ぜひコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。このチャンネルでは B リーグを中心に日本バスケットボールに関する動画を毎週アップしておりますので、今後もご覧いただけると大変ありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画概要欄に参考サイトなどの URL も貼り付けておきますので、興味のある方はご覧になってみてください。また今回の動画で何か発見があったとか、面白いと思ってくださった方はコメントやご登録いただけると嬉しいです。ありがとうございました。